285系電車は、西日本旅客鉄道及び東海旅客鉄道の特急系直流寝台電車である。旧来から寝台列車に使用される車両は、機関車が経営する客車タイプが主流で、電車タイプの車両としては、日本国有鉄道が1967年から1972年にかけて製造した581系、583、 経営が唯一であったこの車両は高度経済成長に伴う輸送需要増加に合理的に対応する観点から夜間は寝台車、昼間は座席車として昼夜を問わず運用できる車両として開発、導入されたが寝台、座席の転換作業の煩雑さや座席車としての居住性の低さ、電車のため非電区間へは入線できないことなどのデメリットも多く、 スタンダードとはならなかった。その後も、寝台列車の車両は、客車が主流となっていたが、日本の線形では、運転性能が、電車や、機動車に劣るため所要時間の短縮が困難である。ほか、1970年代以降は長距離利用客の、多くが、新幹線や航空機へ移行したため、観光客需要へ特化し、個室寝台や、 食堂車などの付加価値を高めた北斗製、トワイライトエクスプレスといった一部の列車以外は285、軽電車の構想当時となる1990年代における利用は衰退の一途をたどっていた。しかし、本来寝台列車は高い客単価が望める商品であり、現代のニーズに合ったサービスを提供することでビジネス客も含めた需要の取り込みが可能と、 考えられる列車については、個室寝台主体の新型車両を投入し、強化していく方向性が見出された。具体的な列車として、平均乗車率が比較的高く、走行距離、所要時間等の観点からも航空機等の競合交通機関に対抗可能と見込まれた瀬戸と出雲2.35の2列車が対象として選ばれ、 1996年末に本形式の開発が決定され、1997年6月20日に JR 西日本、JR 東海両社から共同プレスリリースが出された。開発に際しては、瀬戸、出雲の客車を保有する JR 西日本の主導で行われたが、JR 東海についても自社船内を通過する高単価客増加による収益増が期待できること、 電車化に伴い自社管内で運行する、客車列車を減らせること等のメリットがあることから、両者による共同開発、共同保有の体制が取られた。製造は、近畿車両、川崎重工業、日本車両製造が受注。基本設計は、県持ちイサムデザイン研究所、内装設計は、三沢ホームが参画した。サンライズエクスプレスの愛称が、爽やかな朝。 新しい1日の始まりというイメージで命名され、夜をイメージした従前のブルートレインとは一線を隠する明るい外観デザインとなった。1998年にグッドデザイン金賞、ブルネル奨励賞を受賞、1999年に第42回鉄道優の海ブルーリボン賞をそれぞれ受賞している。営業最高速度は、 時速 130km で、寝台列車としては、導入時より、狂気鉄道最速であった。なお、速度種別は A5 である。車体長は21240、2800mm、全長は21670、21300mm、車体幅は 2935mm、21m 級車体の構成である。一般的に、 鉄道車両の製造は、車体偽装の順序で行われるが、個室寝台主体の本系列では仕切り壁が多く、一般的な順序を採用した場合は後期及び、製造コストの増大が予想されたため、機器や配線などを、あらかじめ車外で、モジュール化しておき、個室を組み上げる、パネル工法が採用された。この工法では、高精度のパネルを効率的に生産して供給できる、ことと、 従来の鉄道車両にはなかったぬくもりのある空間デザインを演出する高品質な素材を求めた結果、ミサワホームの内装材、M ウッドが多用されている。これは木材と樹脂との複合素材で優れた加工性、美しい質感、耐水多様性を備えている。裏側にアルミ板を貼り付けることにより車両の不燃性基準を満たしている。しかし、鉄道車両の製造では 広範囲で溶接が行われるため寸法に遊びが出てくる。三沢ホームが精密にサイズぴったりに製造したモジュール部分をいざ車両に組み付けてみると微妙な隙間、逆に若干の削り修正の必要な箇所が多発、その修正対応に追われたという個室信頼を主体としつつ一定の定員を確保するため2階建て構造を基本とするが3.50.12号車は 手電動機、車両制御装置などの電装品を床下に搭載する電動車であることから通常の平屋構造である。行き先表示器は字幕式のものが各車両の片側に一箇所設置されている。軽笛はオータムウィンターマイナス -5 型空気笛に加えミュージックホーンを備えている。JR 東海の保有する鉄道車両でミュージックホーン、電気笛を搭載しているのは JR 西日本と同一仕様で製作されたこの285系のみである。車体と食外装は夜をイメージした従来のブルートレインと異なり、夜明けをイメージしたベージュと赤の塗り分けとなり、両色の境に金線が配されている。また、先頭車前面と側面の数箇所に昇る太陽をイメージしたサンライズエクスプレスのロゴマークが表示されている。 主要機器スピードアップを図るため、新台車としては5 8 3系以来の電車方式を採用した。MT 比に M5T の7両編成を組み、電動車である3号車と5号車を除く5両が2階建ての付随車である。システムについては、1M2T を基本単位とする6 8 1系以来の JR 西日本方式を踏襲しているが、 編成全体では付随者が一両増加となっている。これは一般の中高用旅客車両と異なり定員乗車が原則で編成単位の定員も158人と少なく、走行性能面で乗客の高による荷重変動をほぼ考慮せずに済んだ結果、増結余力が得られたためである。このため編成内の電動車費が極めて低い蘇生でありながら急勾配路線である。 白微線での運用を可能としている。電動車両には車両制御装置 WPC-9 を搭載する。主回ロブはイベット素子による PWM インバータ1機で1機の電動機を制御する、いわゆる 1C1M 構成の VVVF インバータを搭載する。JR 西日本の車両としては初めてベクトル制御を採用し、粘着の向上による立候時の空転。 滑走防止を図っている。補助電源部は1 3 9区の容量を有しており、主回ロブと同じくイベット素子を用いた PWM インバータを CVC 回制御している。なお、サービス用の電源に関しては使用量が多いことから、車両制御装置とは別に、定格容量1 3 9区の補助電源装置、WSC35 も編成中に2台搭載している。 給電区画は、車両制御装置が1から3.5から7号車の3、小電源、補助電源装置が、編成全体の低圧電源と4号車の3、小電源となっている。補助電源部の故障に備え、車両制御装置に関しては、主回路要因バータを CVC 回制御することで対応する。補助電源装置に関しては、通常1台のみを使用し、 故障が発生した場合にも一方の系統がバックアップとして機能するようになっている。電動空気圧縮機は振動、騒音に対する配慮から JR 東海で373系や383系において実績のあるスクロール式。 WMH3097WR1500 が、モハネ285型に記搭載されている、JR 西日本が発注した車両としては、初採用である。終電装置は、電磁鍵外し装置を備えたバネ上昇、空気加工式、シングルアーム型パンタグラフ WPS28A が採用された。モハネ285型に記搭載され、 予算線の愛媛県乗り入れ対策及び増設の準備、工事もされており、後日のリニューアルを施行した編成は、増設を完了している。ただし、JR 東海の京商トンネル通貨対策者に、表記されているマークはない。また、改正執行時に備えた発電ブレーキ用の抵抗器及びブレーキ直播装置も搭載され、河川電圧が 1700V 以下では、 回生ブレーキのみの動作となるが、1 7 0 0ボルト以上では発電ブレーキと回生ブレーキの併用、1 7 7 5ボルト以上では発電ブレーキ単独での作用するようになっている。台車は223系1000番台をベースにした溶断発機ボルスタレス台車で、電動台車が WDT58、付随台車が WTR242 である。 軸距離が 2100mm、車輪径は 860mm である。基礎ブレーキは、電動台車が踏みずら型押し、ユニットブレーキ、付随台車が一軸あたり一枚のディスクブレーキ、踏みずら型押し、ユニットブレーキの併用である。乗り心地に配慮して、溶断パーとアンチローリング装置を、公外線区での走行に備えて、WDT58 の一軸及び四軸には、 砂巻き装置を備えている。主電動機は2 2 3系1 0 0 0番台ででに採用されていた1時間定格出力 220kW のカゴ形3小誘導電動機 WMT102A が採用されている。上車内のご案内か操作パネル操作パネルと窓航空機や高速バスなどの競合交通機関と差別化を図り魅力ある。 移動環境を提供するため、快適な乗り心地と個室化によるプライバシーを重視した。本系列はそれを実現するために編成中の多くの車両を2階建て車両とすることにより、頭上スペースを十分に確保した個室寝台を中心に構成した。設備を寝台座席兼用として、昼夜健康の効率的な運用を狙った581系。 583系に比し、本系列はあくまで寝台専用の設計であることが最大の特徴である。なお、581系、583系電車やアムトラックの寝台車で一般的なルーメットは本系列には存在しない。この結果、寝台の大半を B 寝台個室、シングルが占めている。客室は1から2人用の個室寝台を中心とした。 5タイプに分類され、個室については各扉に設けられた暗証番号を、を天気によって乗客自身が施錠することができる。このほか座席指定券で乗車できる伸び伸び座席も用意されている。各個室共通のサービスとして以下の設備類が全室に用意されている。なお、本節では、瀬戸、出雲2.3号を含めた 搭乗時に運行されていた列車に使用されていた車両設備に言及する記述がある。シングルデラックス一名用 A 寝台1、個室シングルデラックス4号車と11号車の2階部分に、それぞれ6室ある一名用 A 寝台個室である。2階建てでかつ通路を除く車体幅すべてを使用するという空間的余裕を生かし、日本の個室寝台車では稀な大型デスク。 洗面台を備えており、レール方向に配置されたシングルベッドの幅も最大級である。運行開始時には小型液晶テレビが設置され、衛星放送が受信可能であったが、BS デジタル放送への移行を待たず2010年3月をもって撤去され、現存しない。シャワーは同じ車両内にシングルでラックするよ客専用のシャワールームがあり、無料で使用できる。 車内改札の際に、車掌から渡されるシャワーカードを挿入して使用する。なお、3号車、10号車にある全乗客共通のシャワールームも利用可能。また、専用のアメニティグッズも用意されているなど、ビジネスホテルに迫る設備と広い室内空間を確保しながら、寝台料金は13,980円に設定されている。 このような寝頃ろ感と一編成に6室しかないなどの理由から予約が難しいほどの人気を得ており、換算機でもかなりの稼働率がある。なお、瀬戸、出雲2.3号でも設定されていた。3台ずつイン4号車と11号車の1階部分に、それぞれ4室ある2名用 B 寝台個室である。前述のシングルでラックスした段階にほぼ同じ広さの、 空間にツインベッドを備えている。設備自体は北斗製のデュエット下段室タイプに類似するが、ベッドがレール方向に設置されているのが独特である。2階建て構造の車両であるためベッド部も天井の高さは変わらず、広々としており、圧迫感がない。一室の寝台料金は15,400円である。 シングルツイン個室シングルツイン2.26.7号車の車端部に合計8室8.913.14号車の車端部にも同様に合計8室ある一名用 B 寝台個室2.9号車の一室は車椅子での利用にも対応した構造となっているシングルベッドが上下段に配置された二段ベッド構造 一室の信頼料金は一名利用の時は9600円、二名利用の時は15100円である。購入時に一名利用か二名利用かを同時に指定する。一名用としても二名用としても使用可能なことからシングルツインという名称が付けられている。また、下段ベッドの中央部が外せるようになっており、折りたたみ式のテーブルを挟んだ二名分の座席としても使用できる。 同様の個室は、出雲2.3号や、トワイライトエクスプレスにも存在した。ただ、14軽客車や24軽客車と、同型個室と比べると、2階部分にも窓が設置されて、おり、開放感がある。シングル B 寝台1人を個室シングル B 寝台1人を、個室シングル1.25から7号車に、合計80室、8 9 2から14号車にも、 同様に合計80室ある一名用 B 寝台個室。本列車で最も室数が多いスタンダードタイプの個室である。従来の開放式 A 寝台とほぼ同じ、専有面積と広い頭上空間を備えた個室で、寝台料金は7700円と交ずする B 個室、ソロよりも1100円高額であるが、かつて存在した開放式 A 寝台と比べると2から3割ほど。 安価な料金設定となっている。ただし、床面積は、開放式 A 寝台と同等ではあるものの、室内に靴を脱ぐためのスペースがあり、寝台幅自体は、従来の B 寝台と同じ最大 700mm で、ある。ベッドは、窓と平行に設置されており、個室入り口側を足元にして寝る。個室入り口近くの壁には、細長いテーブルがあるほか、縦長の鏡が設置され、 姿見として利用できる。二階建て構造のため個室内は完全に直立できるだけの高さがあるが、テーブルの幅は概ね10センチメートル程度と細く、他には寝台横に細幅の台があるのみで荷物棚の類がない一方、床が露出しているのは靴を脱ぐためのスペースだけである。ため、旅行などで大きめの荷物を持ち込む際には注意が必要である。なお、 客室は上段、下段、平屋室があり、天井高や寝台横の台などの寸法が若干違っているが、ベッドの大きさはすべて同じである。ソロ B 寝台一人を個室ソロ3.105車に20部屋ずつ、ある B 寝台一人を個室。北斗星、明け物など、他列車のソロと同じく、 かつて存在した開放式 B 寝台料金と同等の額で利用できる。3.10号車は電動車であり、モーターなどの電装品を床下に搭載する必要があることから、2階だけではなく通常の平屋構造とされた。このため、平屋に上下段個室が2段に配置されており、通路は上段室、下段室ともに同1階の車両中央にある。 下段室へは平行移動のみで入れるが、上段室へは個室内に3段の階段がある。個室内で直立できる場所は、上段室では入り口の階段部、下段室では同じく入り口部分のわずかなスペースのみである。暁用のおはね15形式350番台に類似するが、上段室と下段室を若干ずらして直立スペースや階段スペースを 確保していた赤月よりも個室のレール方向の寸法が短くなっているため個室の奥側が上段室は下段室の直立スペース下段室は上段室の階段スペースが干渉して狭くなっているこのためシングルと異なりベッド幅が広い個室入り口側の方を頭にして寝る上段室は下段室の直立スペースの真上に荷物置き場があるが 高さが低いので大きめの荷物は収納できないことがある。一方、下段室は荷物棚の類が全くなく、床が露出しているのは靴を脱ぐためのスペースだけである。ため、大きめの荷物を持ち込む際には注意が必要である。なお、どちらも窓の下に細いテーブル状の台がある。 ソロのびのび座席5.125車に28席ずつ、存在する開放型寝台に似た普通車座席、指定席で、指定席特急料金のみで利用でき、寝台料金は不要。二段構造のカーペット式となっており、頭が来る部分の左右に、隣と仕切る壁に読書棟が設置されており、一名、あたり一畳分程度のスペースで区分されている。通路との間に、カーテンがあるが、 隣と仕切るカーテンはない。横になった際に、頭が来る部分の天井に、空調の吹き出し口があり、風量は個別に変えられる。各席のコンセントはなく、モバイル機器の充電はできない。ごく薄い掛か,かり布団が備え付けられているのみで、枕やシーツの類はない。共用設備、その他設備 JR 西日本の所有車両は0番台、JR 東海の所有車両は3000番台を、 称している。車両機器、性能は同一であるが、車両番号の書体に違いがあり、JR 西日本所有者は粉、または信号に対し、JR 東海所有者は国鉄時代からのスミマルゴシックとなっている。2014年より、I3 編成を皮切りに、順次、リニューアル工事が開始され、2016年8月に JR 東海所属編成を含めた、 全編成への施行を完了した。主な工事内容は、下記の通り。車両外観車内設備費中、品川駅、旧白金群線に留置されている285系後、編成35両が製造され、2018年4月1日時点では、0番台の3編成21両が、JR 西日本五島総合車両所に、所属、三千番台の二編成十四両は、 JR 東海大垣車両区に所属している。ただし、3000番台の管理も JR 西日本に委託されており、JR 西日本ごと総合車両所出雲市省、拠点2例番台、3000番台の区別なく共通、運用されている。1998年7月10日より、東京駅高松駅間、サンライズ瀬戸及び、東京駅出雲市駅間、サンライズ出雲として、 運用を開始。両列車は岡山駅で増解決を行い、東京駅岡山駅間は並結運転となる。並結区間では上下列車ともサンライズ瀬と編成が常に全部に蘇生され、出雲市駅東京駅高松駅東京駅、出雲市駅のサイクルで4編成が運用されている。上り列車は東京駅到着後、 東日本旅客鉄道東京総合車両センター、田町センターへ改装されて、点検、整備を行い、当日夜の折り返し東京発まで同電流線に留置される。サンライズセトは、他客機に延長運転されることがあり、1999年7月から2009年8月までは、高松駅松山駅間で延長運転されていたほか、2014年度以降は、 下り列車のみ、高松駅こと平駅間で延長運転が行われている。このほか、予備の一編成を使用して、多客期には臨時列車として、1998年秋から2008年冬までは、東京駅岡山駅、広島駅、下関駅間で、サンライズ夢を運行したほか、2014年12月28日以降は、東京駅出雲市駅間で、 サンライズ・雲九十9 1 9 2号を運行している。営業運転開始前の1998年5月13日に電気機関車牽引を想定した性能試験が行われ、電源車であるか224トム動力の285、計7両を並結した編成を、下関車両管理室の EF65 系電気、機関車が宮原総車場岡山駅間において牽引した。 この試験で285系のサービス機器用電源はカニ24からの供給によって賄われた。ただし、試験、営業列車ともに九州方面への直通列車が設定された実績はない。JR 東海285系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。